北都銀行北都銀行サッカー部北都銀行サッカー部は、秋田県秋田市、にかほ市、潟上市を本拠地として活動する、社会人、サッカークラブ。正式名称は、株式会社北都銀行サッカー部である。創部年は不明。2000年に、東北社会人、サッカーリーグ2部北に初昇格を果たすと、いきなり同ブロックで優勝。2部優勝決定戦では、松島クラブに敗れ、盛岡ゼブラとの入れ替え戦では2戦連続引き分けとなり、規定により1部昇格を逃す。2002年、東北リーグ2部北で2度目の優勝。2部優勝決定戦では、佐川急便東北 SC2 部インゴールで敗れる。秋田市役所との入れ替え戦は2試合合計1-2で、敗れ、またしても1部昇格はならなかった。2007年に再開となり、秋田県社会人、サッカーリーグ A1 へ降格。降格初年度の2008年は、秋田県リーグ A1 を制するも、北東北3県リーグチャレンジマッチで敗れ昇格を逃す。2009年は、秋田県リーグ A1 を連覇し、北東北3県リーグチャレンジマッチでは2位。LINE メール青森 FC との入れ替え戦に1-2で、敗れ昇格を逃すも、その後、グルージャ盛岡イストリアが解散したことに伴い、急遽3月21日に FC シワとの入れ替え戦を実施。再び昇格のチャンスを得たが、この試合を1-2で落としまたも昇格を逃す。2014年、秋田県リーグ A1 順位決定トーナメントを制し、8年ぶりに東北リーグ2部北に返り咲いたが、18試合で97失点を喫しわずか1年で降格。2016年の秋田県リーグで優勝。2017年、3度目の東北リーグ2部北昇格を果たす。ありがとうございます。